さあ、後半はですねこちらのコーナーから参りたいと思います。ポカリスエットイオンウォータープレゼンツみんなのサウナということで、今回はですねサウナロジーさんに調べてもらいたいサウナの謎というテーマで、リスナーの皆さんから、気になっている質問を頂戴しております。これね、まあ、サウナの謎ということでもういろんなあの謎皆さんにいただいてるんですけど、まあちょっと例題というか、まあ、これ例題になるかわかんないですけど、ちょっと勝手なあの謎僕ちょっと聞きたいところがあって、これ全然関係ねえよって言われたらそこまでなんですけど、あのね水風呂の流れ込みにあるライオンちゃんいるじゃないですか、あのメーカー、あの歴史についてすっごい調べてほしいですよね。なぜライオンかは実は調べてあります。でいつ出そうかなと思って水風呂のドア玉にするか考えてたところなんで、うん、もう調べてるんですか。メーカーは見てないですけど、なんであれライオンなのっていうのは調べました、うん、すっごい気になる。よし、それその授業料いくらですか。そのセミナー全然もうあの知識は水なので、だって知識は名言、あれですよ、ペコパですよ。ペコパのあれですけど、本当にそう、あのなぜライオンなのかもありますし、あれがいつぐらいから始まったのか、もしくはあれが一社で作ってるのか、他はたまたメーカーがあるのかとか、あとねもっと言うならさ、あのそれこそあのさっきおっしゃったあのルビーパレスさんね、うん、あそこはライオンじゃなくてカエルなんですよね。確かね、カエルもいいんだっていうね、なんかその辺もちょっと気になってます。全然あのすいません、あの理系っぽい感じの質問じゃなくてごめんなさい。いやでもなんでライオンなんだろうっていうのはすごい知りたかったんで私も、うん、でいつからっていうのも関わるんですけど、あのメモを見たら、はい、古代エジプトでナイル川が8月に洪水しがちだということで、はい、獅子座のその獅子を水源のところには置くっていう、ことが古代エジプトのその考え方であって、そこからそのナイル川がこう洪水する、水が傘が増す獅子座の時っていう、この太陽暦の獅子座で獅子を置くようになったというところから、水源とかそういう泉とかにライオンを、まあ、の彫刻を置くっていうことが始まって、それがまあ多分広がっていったという。要は、その獅子を置くことで洪水を防ぐ、そのいわゆるジンクスというか守り神的な、あの溢れてることの象徴というか、うん、なるほど、だから口から豊かさの象徴みたいなところでもライオンにしていたというこれはすごい、すごいなことが私のメモには入っていました。もうやっぱ出れば出るほどいいってことですね、ある象徴で、やっぱり贅沢さみたいな、その後は多分そういう象徴、その川が溢れるぐらいの贅沢さと獅子が結びついてライオンの口から水を出すっていう発想になった。すごいな、なんか今度からちょっとライオンもっと見たくなっちゃいますね。そういう始まりらしいです。すごい。じゃああれという説があります。白山湯の高津寺店の、吹き出し口のライオンの牙が、あの勢いが良すぎて牙が抜け落ちてるんですけど、あれはじゃあ名誉ある歯抜けなんですね。あの歯抜けライオン、もともとそういう多分水の豊かさみたいなことの象徴というのが、まあ今はそれが残ってライオンにを使ってるということだと思います。ライオンを調べていくと出てくるんですよ。ライオンというもののどういうふうにモチーフとして使われてるかみたいなことを、こう動物図鑑じゃないですけど、うん、そのライオンならライオンにまつわるいろんな文化みたいなのを見ていくと、その頃からやっぱり水が出るものっていう、うん、そのもうちょっとなんかあったと思うんですけど、なんか象徴的なのあったかもしれないですけど、それを今も踏襲してるみたいなのは見つけましたね、資料。うわー面白い、何でも知ってる。ちょっと裏付けをしてから記事にしようかなと思ってたんですけど、すごいな、もう僕の悩み解決しました。いやでもそのなんかメーカーとかどこが作ってるかとかは全然調べてなかったので、うん、確かにと思って、そのサウナのカタログ見ると出てこないので、どこがまあよそれ以外のあれなのかなって、うん、シャワーとかと一緒にもしかしたら売られてるのかもしれないけど、それも含めてちょっと調べてみようかなと思います。そうですよね、掘ってったら超面白そうですよね。なんかあれを作ってる職人さんとか実際いたりとかね、3代目ですみたいなそんなのもあったら面白そうだなとか思いつつも、まあ、あのこんな感じでですね、ちょっとこの番組の、リスナーの皆さんにも、あのちょっと皆さんのサウナの謎ありましたらちょっと投稿お願いしますって言ったら、かなりの数ちょっとありがたいことにいただきまして、今日はちょっと全部ご紹介できるかわかんないんですけど、ちょっといくつかね、ちょっとお便り読んでいきたいなと思うんですが、じゃあちょっと一個ずついきますかね。
ラジオネーム、力石高弘さんからですね。ありがとうございます。素朴な疑問として、なぜ日本ではいわゆるドライサウナが多いのか、本場フィンランドのサウナとはだいぶ違う進化をしてきたのはなぜでしょうか。昭和平成前後とかのサウナの楽しみ方は今とは違うのか、ちょっと気になっておりますということなんですが、どうですかね。ですね、これは、多分今年の2月に、はい、記事書いたんですよ。ここら辺いろいろ調べて、はい、で高温カラカラサウナが定着した理由っていうタイトルで、あのちょっとぜひ読んでいただきたいんですけど、はい、かいつまんで言うと、日本にフィンランドサウナが来たのってオリンピックの時っていうことですか、はい、でその後、なぜ流行らなかったのかっていうところを調べてって、過去のこう新聞記事とかいろいろ調べてて、はい、で、まあ、日本でそれ以降こう自分の家に家風呂がこう普及されだしてきて、はい、でそこから、それによって銭湯が廃業が相次いだっていう時期があって、でなんでその温浴業界としてそういった流れを止めるために、家にはないもので集客しよう、で家にはないサウナというオプションをつけることで集客を目指したっていうのが業界的にあって、でそこでまあ本場のフィンランドサウナとは違うような感じになぜなのかっていうところで、なんだろうな、サウナだけに入るっていうんじゃなくて、うん、今見たこう銭湯にサウナをつけてっていう感じで、はい、普及してったので、はい、なんだろうな、フィンランドのサウナでこう何時間もかけてゆっくりじゃなくて、うん、銭湯でこう短時間で、うん、入るように、うん、そもそもその多分その時の日本のこう歴史的経済的背景とか、まあ、高度成長期とかで時間がない中、うん、フィンランド人と違って時間がない中で、まあ、その時代背景的に言うと、もうバブル真っ只中 で、うん、いわゆるサラリーマンなんかもう働け働けの時代ですもんね。で短時間でサッと入るっていうような感じで、かつ、まあ、銭湯にのオプションなんで、うん、まあ、ゆっくりとかじゃなくてサッと入るっていうのでが一つこうなんだろうな、普及の背景にあったのかな、うん、フィンランドと違うので、あと銭湯って大体こう遠赤外線ガスヒーターっていうのがまあ多いじゃないですか、はい、そうですね、でやっぱり銭湯が廃業しそうになったからサウナを入れようってなった時に、まあ、当然こうイニシャルド、コストもそんだけかけれないので、はい、ストーン式のよりも、まあ、比較的安価な、うんうん、遠赤外線ヒーターを入れ、うんうん、たっていうところも多分あるだろうなと。で以前、去年か一昨年か人気銭湯サウナの駒の湯、世田谷の、はい、で一時期、なんかリニューアルのためにちょっと休業してた時期があって、うん、板とかドアとか変えたのかな、はい、ですよね、あの時に鍵もつ、鍵もつけた、あ、そうそうそう、あれがメインだったかな。であの時に駒の湯 の、 主人の人が、はい、あそこもともと遠赤外線サウナじゃなくて、床下に、なんだろうな、お湯を通すパイプでそこでこう湯流れてそれで温めるみたいな、はいはい、なんかボナサウナとはまた違う、うん、なんか名古屋愛知県のメーカーみたいなんですけど、まあ、レアなんですけど、やっぱり遠赤外線ガスヒーターの方がコストが、うん、ランニングコストは安いんだけども、うん、やっぱりストーブのファンが多いんで高いのは分かってるけどそれを続けてるっていうのもまあおっしゃってて、はい、やっぱりそのなんだろうな、そのコスト、フィンランドのサウナみたいなにはやっぱりこうオリンピックで来たけどもコストをかけれないっていう、うんうん、戦闘メインでこう広がっていく日本人にとってはコストがあんまりかけれなかったっていうのが多分あるだろうなっていうところ、ね、いろんなこう日本の当時の時代背景も相まって、ね、効率だったりコストっていうところを考えて今のこの形が先頭では出来上がってきたとですよ、ね、と思いますね、はい、すごいな、もう授業じゃんこれ、超面白いな。ちょっとねさっきの、質問と、ちょっと近い質問がもう一個来てたんでそれもちょっと一緒に、読みたいんですけども、ラジオネーム作
の魚さんですかね。はい、ありがとうございます。フィンランドのサウナにはテレビがないですが、日本にはほとんどのサウナに、テレビがついていることが多いですと。これはなぜなのでしょうかという質問です。まあ、確かにそうですね、うん、好き嫌いも分かれますよね、うん、結構。でこれもさっきの、高温カラカラサウナがこう日本で広まった理由の中の、はい、やっぱりサウナはフィンランドと違って、はい、日本ではメインじゃなくてオプション扱いなんで、うんうんうん、やっぱりこうサウナイコールこうエンタメとか娯楽の要素が求められてきたっていうのが、やっぱテレビをつけてるのがこう結構一般的とか多いっていう理由じゃないかなというふうには考えてますね。いわゆるこう、まあ、大型の温浴施設もそうですけど、うん、なんかもう当時のこのいわゆるレジャー文化と一緒にこう温浴も一緒にこう成長してきたっていう背景もちょっとありますもんね。そうですよね。もうまさにテレビ全盛期の時代ですからね。そうですね。うん、そうかそうか。まあサウナ室でこう8時台を全員集合とか見てたんですかね、うん、当時はね。今はまあサウナ室にテレビがあるのはちょっとっていう声もありますけど、当時は多分テレビないと怒られたのかもしれないですね。そうですよね。だからなんかこれもなんかうまくこう今テレビいらないよっていう方もこうなんか出てきてるのも、またこうそれもそれで時代背景をこう今ねこう反映している意見なのかななんか思って、なんか面白いですね、そのね。うん、そうかそうか。ちょっと他にもたくさん来てるんでちょっと読んでみましょう。ラジオネーム R 神田さん、整ったら心音がよく聞こえるのはなぜでしょうか。まあ、心音、まあ、心臓の音、ドクンドクンドクンというやつですかね。まあ、確かに聞こえるか、うんうん、まあ、聞こえる時もありますけどね。まあ、心拍数は確実に上がっているので、まあ そうですね、それはもちろんその心拍数が上がっているっていうことと、意識が集中するっていうのはあるんだろうなっていうのと、あとはまあ結構体調悪い時とかも心拍数気になったりもあ、ね、熱が上がった時とかみたいな。確かに心拍数上がってるかな、そういう時と近い状態にはなってるのかなっていう、体の状態は。じゃあ要は熱が上がることで心拍数が上がってるからっていうのを、結局血流すごくサウナって促してるじゃないですか、体温調節のために血を流せっていう、はいはい、この働きがあるので、それでその水で冷やして上がった時にバクバクする感じがあるわけなので、それでまあ心拍数自体も上がっているし、そこにまあ意識がその他のことしている時よりも意識が集中しているのかなぐらいしか、そうですね、確かにね、わからないですけど、そんな感じなのかなとは思います。まあ静かにしてるからじゃないかなっていうのもありますよね、整ってるからね。そうかそうか。いや、ありがとうございます。じゃあいいですか、うん、ラジオネーム、生きたこさん、ありがとうございます。どんなに頑張っても温度計、湿度計がおかしくなってしまって、サウナ室の温度や湿度がうまく計測できませんと。計測のコツやおすすめの銘柄などあれば教えてください。まあこれはでもさっきお話ししてくださった通りですかね。そうですね、多分、まあ、基本的に難しいです。で、温度計はでも普通に市販でサウナ用って書いてるので全然測れます、ただ、2、30分ぐらいは置いとかないとやっぱり針が安定しないですね、温度計も、なるほど、で、あとデジタルは高温には対応してないです。あ、そうですか、アナログの方がいい。そうです、壊れます。壊れますね、作りが多分違うというか、で湿度計はさっき言ったように、そもそも市販で売ってるのはサウナ用って書いてても、まあ使えないのがほとんどです。で、使える、さっき言ったように使えるイコールその 20% 以下を測れるサウナ温度計や湿度計か、はい、は見つけたんで、それをおすすめっていうか、まあそれだったら使えるんですけど、やっぱり、コツがあって 2、30 分置かないといけないっていうのもそうだし、すぐ壊れるんで、壊れた数値なのか正しい数値なのかっていうところの判断が、やっぱりこうそれなりの経験が何回も壊してきてるんでと体感の厚さと、なのでもし興味があるなら直接連絡ください。そうですね、北子さん、そうですね、はい、
あのなんか銘柄だけ教えてもやっぱりそれが正しいのかどうか使い方が難しいんで、うんうん、使い方が難しくは本来は推奨されてないんで、そうですね、はい、だからまあ湿度の、あの湿度計を壊した数だけあの正解に近づいていくってことですね。そうですそうです。最近は結構その体感で湿度何パーセントだって自分の中で当てて正確に結構なったってことです、ね、すごい。じゃあもうなんか人間温度計じゃなくて人間湿度計になってちょっと試してます最近。うわすごい なサウナハマりたての時って、はい、水風呂入って水温当てるとかやるじゃないですか。よくやります、よくやります。そのノリで湿度を当てるっていうのを一人でやってました、はい、誰もこう共有できないんですけど湿度当てれるおじさんやばいですねそれ。何パーだなみたいな。ベロとか出してないですよね。ペロ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 されますね。面白いなあ。そっかそっか、ありがとうございます。じゃあもう一ついきましょう、ラジオネームフィンタムさんですね、サウナ室の、壁の材質の違いとそれぞれのこう優れた点、うん、知りたいですと、うん、特にオードサウナとその効果性について、ちょっと調べていただきたいですということなんですが、はい、ぜひこれはやろうと思ってます、うん、これもいろいろありますもんね。そうですね、オードサウナは、まあ、関東だとね、ユーランド鶴見が人気で、はい、いいサウナ室ですけど、はい、あとは、まあ、例えばさっき話したアダムなんかも、うん、4種類ぐらい壁の材料を使ってて、ね、ちょっと謎、暑さ温度と湿度に謎があるようなサウナ室なので、うんうん、はい、まあ、壁の材質も何か暑さに多分影響あるだろうなと、はい、うん、ところでちょっとこれから取り組みたい一つのテーマ、ね、メインテーマの一つですね。これはちょっと僕もぜひ調べていただきたいですね、うん、最初に話した輻射熱と対流熱ってあったと思うんですけど、はいはい、輻射熱って物は温められると必ず発するらしいんですよ。でその発する輻射熱の量っていうのが物質によって違うらしいので、うんうん、ある程度はそういう違いも壁の材質によって、うん、そのものの特色がどのぐらい熱を発するかっていうものが物質によって違うらしいので、はいはいはい、エネルギーの量がそうみたいです。だから木なのか石なのかとかそういうことで多分違ってくるだろうという。あとは純粋に湿度を吸う材質もあれば吸わないものもあるでしょうしね、うん、そうですね、うん、そういうのも確かにね。コンクリートっていうかモルタルのサウナ室に入ったことあるんですけど、まあ、コンクリートに近い、うんうん、やっぱすごい湿度ですもんね、うんうん、やっぱ木だったら湿度を吸ったりとかもすると思うんですけど、うんうん、逆に最近こうリニューアルした高円寺のサンデッキ、はいはい、あそこをまあサウナ室の木とか全部張り替えて久しぶりに入ったら結構湿度が上がってて、うんうん、で昔はリニューアル前はもう結構カラカラよりで木も本当にこう水分がもう全て抜けてるような感じ、はい、で今回張り替えて木を張り替えて湿度がアップしたなって、ストーブは変えてない、うんうん、なのでやっぱりそのさっきおっしゃったようにこう木にどれだけ水分が含んでるかみたいなところも体感の暑さには影響してくるはずなんで、材質もそうだし水分のこう含み具合とかも多分絡んでくるんだろうな。すごいな、もう空間のその湿度を調べるだけじゃなく、もう木に含まれてる湿度も調べようとしてるってことですね。そうですね、うわ影響あると思いますね。面白いな、ぜひちょっとこれ機会があったら、ね、そうですね、はい、やりたいですね、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。あとですね、毎回来ていただいてるゲストの皆さんに、サウナビフォーアフターというものについてちょっとお聞きしてるんですけども、まあ、いわゆるこうサウナを入るようになってから、もしくはそのサウナを知ってから変わったこのなんだろうな、前後私生活の部分でもいいですし、なんかこう価値観だったりとか、まあ例えば仕事の部分だったり、もうどんなことでもいいんですけど、なんかこう前後で変わったことなどあればちょっとお聞きできたらなと思うんですが、はい、私はそうですね、仕事関連の飲みがほぼなくなりましたね。仕事関連の会社、いわゆる会食的な感じですか？いや普通にこう仕事終わって会社の人たちと飲みに行ったりとか、うんうん、なんかこうお客さんと飲みに行ったりとかを、はい、もう基本的になるべく断るようになりましたね。そんな時間があるんだったらサウナ一人で行きたいってなんでその出張先でもお客さんから、うん、まあ、出張行ってお客さんから飲みとかあったら、まあ仕事の一環なんで飲まないとないんですけど、それも断ったり、
ちょっと仕事しますって言ってホテルで支障出ないですか、それお仕事。いや、なので仕事があるんで、あの遠慮しますって言って断ってサウナ行ったり、自分サウナ行きますんでとは言ってないです、ね、もしもそこは大人の対応で、そうですね、はい、あとこう、まあ、飲みに行くこともなくだったんで、まあ、ある程度こうなんでしょうね、まあ、普通に会社員なんですけど、うん、年齢も若手じゃない年齢なんですけど、飲み行くと後輩にはおごんないといけなかったりする、はい、そういうのも一切なくなって、はい、飲みのお金は確実になくなりましたね。ああ、そうですか、うん、でもやっぱ太りましたね。確実に太りましたね、やっぱり。これもね、やっぱよく言いますけど ね、なんか家で晩ご飯を食べて、はい、普通に食べて、その後こう近くの銭湯サウナに夜行くっていうのが結構あるんですけど、うんうん、その後は帰ってきてもう一回こうお酒とつまみをっていうのを繰り返しちゃうんで、サウナ入った後はお腹空くし、そこの後が一番うまいですよ ね。なんでサウナ行く前に食べちゃうんですか。いや、家族の事情があるから。サウナ行くからパパは食べないよっていうのはもう家庭が崩壊するんでその家族 そのご飯タイムの前には行けないですね、お仕事のその。まあサウナ行く時間あるんだったら家のこと育児とかまあやれるでしょって話じゃないですか。ご飯前も一応そのタイムがそう、特にそうですね、確かに、うん、サウナ行く時間あるんだったら他にやることあるでしょって、うん、ごもっともですって話です、ね、そうそうでもご飯食べた後結局行くんですよね。行きますよ、それはもう一応ご飯食べて、家事もして、うん、子供も寝かしつけた後に一回1時までやってるようなところが近くにあって、なるほど、行ってまあ帰ってきてビールしますよね、やっぱりまあまあそう、はい、しょうがないですね、やっぱ太い、確実に太りますね、まあ、太りますね、うんうん、確かにね、うん、そっかそっか、どうですか。私は単純に外に出るようになりましたね、うん、その本当に出かけない人間だったので、はい、で職場も割と近くて、うん、自分の最寄り駅から出ないぐらいの生活をずっとしてたんですけど、いろんなサウナに行ってみたいと思うことで、うん、その電車に乗って行くようになり、だんだん都から出るようになり、うん、いろんな、だからサウナのおかげで行ったことない都道府県にめちゃくちゃ行きました。サウナにしか行ってない都道府県がいっぱいあるで、行ってもそのサウナ詰め込んじゃうんで全然ご飯とか楽しめないんですけど、4軒ぐらい全部もう回ってやろうみたいなサウナ旅をするようになって、すごくその外に出るようになりました。あ、でもそれすごいいいですね。あとはまあ悩まなくなったというか、もう大体のことがまあいっかって思えるので、うん、あんまりこう悩むことはなくなったかなっていうのが変化です。いや、いいですね。そっかそっか。じゃあそのあれなんですね、県の文化とかはもう全くわからない。わからないですね。自分がだからそのサウナベースで行ってるんで、今この県のどの辺にいるのかとかも全然わからなくて、ただただ乗り換え案内見て、こことここなら行けるぞみたいな、もうマップを見て、こことここならかけられるとか、意外と遠かったりするんですよね、歩いてみると。で、人が歩く道じゃなかったな、ここみたいな。ちょっと田舎の方行くと、車に轢かれそうになりながら頑張って。その Google マップだけではわからないことがいっぱいあるなと思いながら、それでもまあいろんなところに、サウナのおかげで、ここのサウナに行ってみたいと思うおかげで外に出るようになったっていうのが一番大きな変化だと思います。いやでもなんかそれすごいいいと思いますね。なんかサウナをきっかけにね、こう動くことになったのも、ね、面白いですね。あでもやっぱこのサウナがあるからこう頑張れるとか、なんかこうなんかにまあ、うん、逃げ道って言ったらあれですけど、なんかこうかわし方をこう知れるというかね、うん、なんかそれができるというのはすごい素晴らしいことですよね、うんうん、ありがとうございます。ちなみに、まあ、ちょっと今日いろんなお話いっぱい聞いてきたんですけど、最後にですね、ちょっと今後これからもこう調査は続けていかれるとは思うんですけども、はい、実際にこう今後調べてみたい、うんうん、リアルにこう興味持ってるよっていう部分のテーマとかってあったらちょっとお聞きできればと思うんですが、はい、まあ、結構こう2人でブログネタ何するって話をして、まあ、それぞれ思いついたのを共有のスプレッドシートメモったりとかしていっぱいあるんですけど、はい、メインで言うと、まあ、さっきも言ったように水風呂ですね、うん、水風呂はやっぱりこう海外の情報はとてもなかなかなくて、うんうん、日本特有までいかないまでも、まあ、代表的なサウナの文化の一つ、そうですよね、うん、でやっぱりこう本読んでも飲み水じゃなくて水風呂っていう感じがなかなかないので、うん、そこはもうぜひ取り組みたいなと、うんうん、であでもその飲み水という観点、水質、敷地の入り口にこう水質のマップがあって、はい、
あれ、なんで、あの数値の観点でもやっぱり調べないとなとは思ってるんですね、うんうん、関係はあるはずなんで、はい、でただ、ちょっと話しておりますけど、うん、敷地のあの数値を全部上回ってるのが神戸のクアハウスの水風呂の数値なんですよ、ね、あのイオン、あとなんだっけ、ね、神戸ウォーター売ってるやつ、はいはい、あの下でね、持ち帰れる、あれがそのまま水風呂なんで、うん、敷地の水風呂の全数値をクアハウスの水風呂の方が上回ってるんで、これはちょっと私はクアハウスの水風呂の方が好きなんですけど、まあそこの差もあのやっぱり違う体感なんで、そうですね、うん、どっちもいいんですけど、はい、そこもちょっとその数値一個一個もいろいろこう硬水軟水も言われますけど、はい、実際どうなんだっていうのか、うんうん、軟水の方がぬるぬるはしてるけど、それが水風呂として入っていいか悪いかってどうなんだろうってなんか感覚、うんうん、いろんな意見があるんで、うん、そこをなんか成分っていう観点でもちょっとうまいことなんか調べられたらなって思います、ね、いやそうですね、うん、本当にそこはなんかすごい気になるテーマではあるんで、うん、なんかね興味ありますね、ちょっと調べていただけたらいいですね、はい、あとは換気ですね、さっきもちょっと何個かあの話出ましたけど、うん、やっぱりあの汗が効率よく出る位置に換気口があるっていうのが、はい、まああのいいサウナ室の一つの条件としてされてて、スモークサウナあるじゃないですか、はい、キングオブサウナ、はい、あれはこう薪を燃やすんでストーブなんで、もう自然と何だろう空気の流れが生まれて下の方に隙間あって、はい、そこからこう入あの下から熱新鮮な空気が入ってきて火燃やすんで気流の流れが出てる、上に上がりますよね、なんですけど普通にまあ一般の営業してるサウナ室ってまあ電気ストーブとかがメインなので、はい、あのスモークサウナと違って自然の流れが生まれないんで、うん、自然の対流の流れが、うん、それをじゃあいかに、空気の流れを良くするためにはどういう位置でどういう設計がいいのかみたいなところをもう調べたいなと思ってますね、なんかこう穴の位置で、うん、あのちゃんと変わるっていうのは、うん、なんか線香とかでもちょっとこう、うん、可視化できそうですよ ね、 すね、線香の煙とかでこう、うん、どういうふうに動いてるのか、それちょっと面白いですよね、そうそう、あと浴室内だとさっき言ったようにその外とつながってないとなかなかこう気流が生まれにくいんで、はい、あとこう、浴室、サウナ室内の気圧と浴室内の外の気圧で、はい、制圧負圧って言って、浸透圧と言われてて、高いところから低いところにまあ、エネルギーというのかな、流れ込むっていう性質をも多分利用してるはずで、作り的に、なんでそういったところもちょっと調べて、深いな、だから ここのサウナ室はだからこういう作りだからいいんだろうなとか、例えば位置関係とかサウナ室と更衣室と浴室と、まあそういったところもなんかもうちょっと言語化っていうかなんか調べたいですね、これでもあの僕はねもうサウナやっぱ好きだからやっぱその興味は持つじゃないですか、うん、ただこれサウナ施設の方からしたらもうヒヤヒヤしてるかもしれないですねいやうちの排気口の位置大丈夫かなまあ、まあね、サウナロジー来るぞ今度みたいないいあとあれですね、あの、まあ、英語の文献とかいろいろこう調べてるんですけど、はい、この前ねロシアの何の記事だっけ、なんか記事を調べてて、石の違いの記事をちょっと上げてて、で、ロシア語で書かれてる文献にもいくつか当たって、はい、我々ロシア語までは分かんなくて、うん、まあ、英語だと普通にコピペして Google 翻訳で大体分かって、文脈、はい、サウナ好きの文脈でこう読み取ったりできるじゃないですか、はい、でロシア語だとそもそも全く分かんないんで、うん、ちょっとこう知り合いの分かる人にアルバイト代払って、うん、ちょっと読んでもらう、あのそのサウナというか、うん、してもらって、はい、ちょっと記事にしたんですけど、はい、その、流れの中でその人がもっと面白そうなサイトあるよっていうのを言われて、うんうん、バーニャの、はいはい、で全部ロシア語で書かれてて全く読めないんですけど、そこもだからロシア語で書かれてるのもバーニャ関連で面白いこう情報が多分こういっぱいあるなと思ってるんで、確かにロシアはサウナ大国ですからね、そうですね、なのでロシア語の文献をちょっとなんかこう、まあまあお金払って翻訳してもらってちょっと面白いポイントを紹介できたらなっていうふうには思ってますね、石じゃなかった、ビヒタ、ベーニクの、あそうだ、ビヒタの
イヒタの種類、植物による効果の違いみたいなやつが最初に多分翻訳をお金払ってやってもらってるんです。そうですね、まあ、日本だとまだこう白樺っていうイメージが強いですけど、うんうん、まあ、もっと掘り下げていくと、あの白樺以外の植物もあのビヒタっていうか、まあ叩くものとして束ねて皆さん使ってますからね、うんうん、それのそれぞれの植物ごとの効能とか、うわ面白いな、生地にして、うん、いいですね。それもし実験するとき僕被験者であの裸で行きますね、叩いてくださいなんかね、僕もねそれねビヒタに関してはすごいね興味あって、フィンランドにあのウィスキングマイスター、基本的にウィスキングフィンランド人って、うん、あの自分でするんですけど、うん、あのウィスキングマイスターみたいなのが、うん、あの資格持ってる方がいらっしゃって、その方に聞いたんですよ、どういう植物がいいですかと、うん、したらね、その人はちょっと面白い逆に回答で、あの調べるのをやめたっつって、うん、要はその科学的な根拠もやめて、うんうんうん、叩いて湿疹が出たらそれやめりゃいいんだよみたいな、ね、そのしかもその人によっても違うから、うんうん、一概にあの最初からこれはイエスノーっていうんじゃなくて、あのその人に合わせた植物でいいんじゃないの、うんうんうん、あその考え面白いって言うんですね、うん、なんかいろんな人と喋ればどんどんこう面白い話が出てくるなと思って、うん、確かにビヒタね気になりますね、うん、あと今後調べてみたいっていうか、次の記事なんです、うん、次の記事、さっきちょっと出たんですけど、主のなんで主、うん、男って聞か、男は聞かないじゃないですか。あんまりまあいわゆる全然聞かなくないですか。そうですね、まあ、そもそも話さない。はい、なんで男、まあ主のタイトルなんだっけ。また決めてないか。主、いわゆる主の秘密みたいなことですか。なんで主がいるのか、うん。なんで女側でしかいないのかみたいなのを今週末だから今週末。それはブログでですか。ブログで普通に次の記事で6月27、28日くらいにアップする予定で、うん、めちゃ気になるあのもう多分放送の時には出てるんですけど、まさかそのじゃあ全国津々浦々のサウナ施設にいる主のインタビューとかそれはそれですごいやりたいです主そんな気軽に話しかけないそっか一方的に追い出される、ね、できないですね。でああそっかそっか、そういう、こう調査系ではないですね。考察です。考察とか、はい、そっか、面白いですねそれね。そうですね、どうですか逆にありま、その今後調べてみたいテーマとかっていうのはありますか。大体でも今の一緒なので、うんうんうん、あのそんなにそれプラスっていうことはないですけど、それないというか、まあその都度自分がなんでなんだろうなと思ったことをこれからも記事にしていきたいなと、うんうん、うわいいですね、面白いな、その主のやつ超気になりますね。そうですよね、うん、気になりますね。いやいいな、ちょっと今後まあ本当に多分サウナ好き全国の方、今回があのこのちょっと前に募集しただけでこんだけ集まったんで、やっぱそのサウナ好きな人は単純にその好きから生まれたこの疑問はたくさんやっぱ持ってる方多いと思うんですね、うん、あのぜひぜひちょっと今後も無理のない程度に、そうですね、はい、サウナ施設の方に出禁食らわない程度に、ね、あの調査を続けていただいて、はい、僕ら の, あのちょっとしたモヤモヤを、ね、あの解決していただけると僕は非常に助かります、はい、嬉しいです、はい、なんかあのこう、まあ、ちょっと、ま、ちょっとというかマニアックすぎる話なんですけど、うん、あのなんだろうな、このサウナブームって言われてる中で、まあ、大体こうサウナ水風呂外気浴で整ったっていうのでこう人増えてきて、まあ、あの多分あ、ま、あのちょっと記事考察記事は書いたんですけど、やっぱりブームなのであのある程度離れていく人たちもやっぱりいるはずで、うんうん、まあ、ブームって言われたら、まあ、もちろんブームの終わりがありますよね。そうですね、うん、であのまああのまあ、万平さんなら分かるかもしれない、まあ、サウナ行きたいとかできる前は、はい、ネットでこうサウナの記事検索しても、まあ、全然出なかったじゃないですか、ブログも全然なかったですね、うん、で今ってもう溢れてて、はい、でやっぱりこうあの整ったっていう文脈での紹介が、まあ、それは一番こう、うんうん、一般の消費者に受けないし分かりやすいってキャッチーなん で,、うんうん、であの分かるんですけど、はい、でもこう一旦そこらは経験した人たちからすると、まあ、同じ言葉同じ文脈でしか出てこない、うん、まあ、飽きが来ちゃうっていうところもあるんで、うん、
なんでちょっとまあこういう違った観点での面白さもあるんだよっていうのを、うんうん、あの別に、楽しみ方は人それぞれなので、まあ、いい悪い関係なくですね、うん、こういったことも楽しみ方としてあって、うん、ちょっとこういった深さの方も興味持ってくれる人が食いついてくれればそれもそのブームがちょっとでも長くというか、うんうん、いろんな楽しみ方があるのも一つとしてあのいろんな人に見てもらえると、うんうん、あのいいかなというふうには思ってやってますね、うん、続けてますね。いや本当にあのその通りだと思います。本当頭下がります。今後も多分本当にあの僕個人的に気になることあったらあのちょっと即 LINE したいと思います。はいはい、ぜひとも、はい、またあの調査結果、はい、あのマニアックな調査結果出たらすぐ来てください、はい、ぜひあの当番組はいつでも、はい、あのお待ちしておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ということで非常に貴重な面白いお話を聞かせていただきました。今週のゲストはサウノロジーのお二人でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。